琥珀の夢は、移住院生の長編小説。琥珀の夢小説、鳥居慎二郎と松江と題し、日本経済新聞に2016年7月1日から2017年9月5日まで、連載、琥珀の夢小説、鳥居慎二郎と海大外主英者より2017年10月5日に、上下巻で刊行された。日本初の国産ウイスキー作りに挑んだサントリー、創業者、 鳥井慎二郎の生涯を描く。日系ドラマスペシャル琥珀の夢と題して、テレビ東京、BS テレ東により2018年にテレビドラマ化された。日系ドラマスペシャル琥珀の夢は、テレビ東京系にて2018年10月5日に放映されたスペシャルドラマである。地上波未公開のディレクターズカットに出演者インタビュー、記者会見映像を加えた日系ドラマスペシャル。 琥珀の夢特別版が BS テレ東 4K 放送スタート記念として BS テレ東及び BS テレ東 4K にて2018年12月1日の19時から21時48分に放送された。本作は伊住院生が日本経済新聞に連載した新聞小説でことぶき家を創業した鳥井慎次郎の人生を描いた琥珀の夢小説鳥井慎次郎が原作である。 本作では明治から昭和にかけて国産ウイスキー開発に心血を注いだ鳥井慎次郎の人生をモデルにウイスキー作りという壮大な夢と新たな価値観を創造する一人の男の人生をフィクションドラマという形で描き出すものである。ありがとうございます。